ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。現代によみがえるし忍者の末裔忍者マンジャパンが毎月素敵なゲストさんをお迎えして、トーク番組をお届けします。月刊忍者マンジャパンスタートでーす。イエーイ。はい、今日は2人でございます。あれ、なんかすごい組み合わせですね。寂しいな。そんなこと言わないでくださいよ。そんなことでもさ、いいじゃないですか。あのデューイさ、はい、ちょっとほら、横幅大きいから。あ、それ、はい、大きい。まあいいです、今日はね、2人でお届けしますので、はい、ね、ぜひともね、はい、ちょっと1時間、1時間半ぐらいですか。そうですね。はい、一緒にね、楽しんでいただければなと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。はい、この番組はですね、まあ、生放送、ニコ生ですね、というわけなので、皆さんのコメントがですね、見れるんですけれども、コメントあるのか、これ。コメント、みんなコメント出して、出してまだみんな寝てるみたいですね。寝てる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 、寝てる、はい、いや、でもサリノさん、はい、近況報告、近況報告、緊急報告、緊急報告、なんでもいいんですけど、はい、僕、忍者マンジャパン、この月刊忍者マンジャパン3回今までやりましたけれども、そのゲストさん第1回目覚えてますか。1回ね、もうね、たくさんのゲストさんに出てもらいます。まず第1回目、小野賢章さん。お、第2回目、ガチャリックスピンさん、うん、ダンス。第3回目、ブルゼッケン88さん。お、全部のライブ行ってきましたよ、僕。行ってきてたよね。行ってきましたよ。しかも今週、ザグしかも短期間で行ってきたよ、ね、短期間でね。ギュッてなんであれ。もう、ね、行っちゃって。ね、もう場所はどこに行ってきたの。渋谷イーストが小野賢章さんで、はいはい、で、ウエストがガチャラスピさん、はいはいはい、うん、で、ブルゼッケンさんが昨日ですね、うん、クラブフェイス、クラブフェイス高田馬場です。すごいね、行ってきましたよ。どうだったの。いや、もうまず小野賢章さんのあの空気感、うん、やっぱアイドルって感じで、お、女の子、まず出てき方がかっこいいっていうそうなの。本当です。いきなりバンって小野さんが現れるような感じで、うわ、かっこいいって、そっから始まって、うん、徐々にこうピークになって、あーってこうアンコールで、ね、そう、ダンスとかあるの。やっぱ、まあ、ダンスというか小野さんがもうなんかテンション上がってたんじゃない。お、もう叫びまくってます。水知ってるって言ってました。え、どういうこと。水知ってるって言って。水知ってるってどういうこと。小野さんがそれは一体人の人は分かんないから分かんないですけど。で、もう一つ、はい、ガチャスピさん、これ同じ日だったんですけど、うん、もう行ってきましたよ、二つ。こう、こう、ああ、ウエストとウエストね、イーストとウエストだったんで、こう行ったり来たよね。はい、いやー、ガチャスピさん、僕は初めてだったんですけど、ライブ見んのは、うんうん、あの、なんていうんですか、パワーがすごかったですね、エネルギー。女の子なのに、ね、しかもドラムボーカルってのも僕初めて。すごいよね。すごいっすよね。うわ、半端じゃない。あの髪の色もすごい。いや、それはお前のいや、でもすごく思いませんか。僕初めて見て、なんかできない、まあ僕絶対できないんですけど、うん、モンチですし、うん、絶対できないんですけど、それも軽々しくやって、しかもかっこいい。で、ダンサーもいて面白い。そうだね。MC も面白かった。
うわ負けてらんねえっていうのと、うん、もうパクってやろうみたいな、何か面白いものがあったパクってやろう、パクってやろうと思う、あこれからいいところね、勉強するって意味でね、いいところ、うん、で、そのガチャスピさん、イベントに誘われまして、おなんともう言っちゃう、言いましょうよ、ガチャスピさんこの前告知してましたもん、そのウエストで、うん、じゃあ言っちゃってよ、言いますよ、はい、新宿レニー、レニー新しいライブハウスですね、はい、新しい綺麗なライブハウスです、うん、で8月30日おガチャスピさんとそのイベント異物混入混ぜるな危険おに言えたね、出演し、やった言えた、漢字漢字読んだよ漢字読んだよそうです、それにイベント出演させていただきます、来たね、みんな来てね、超楽しみだよね、これね、いやいやいや、もう本当にいやもう、まあなんかね、そのゲストに出てもらった時ね、軽く一緒にやりたいですねなんていうね、お話しさせてもらってましたけど、まさかね、この早く実現するとはね、この夏ですから、夏、夏の締めくくり、熱いライブを、はい、ぜひともね、新宿レンションやりましょうね、負けない、混ぜるな危険ですから、混ぜるな危険、混ぜちゃってますけどね、混ぜちゃいましょう混ぜちゃいましょう、混ぜちゃいましょう、で、それで今、ね、今日、うん、今の時間ですね、フルゼッケン88さんが、うん、今、クラブフェイズでまたやってるね、そう、うん、やっぱ88ですからね、8月8日でした、88の日、はい、うん、なんか赤坂ブリッツの、うん、ワンマンライブ、うんうん、DVD が出るということで、今日皆さんおめでとうございます、チェックしてみてください、よろしくお願いします言ってやったか、言ってやった、よっしゃ、これで俺の仕事はもう終わった、いやでもすごいね、あのさ、まあ、忍者マンジャパンね、はい、今回あの4回目ですけどね、月刊忍者マンジャパン4回目ですけど、はい、その3回ね、あのゲストさん出てもらって全部ね、こうやってね、お付き合いさせてもらってって、すごいありがたい話だよね、ありがたいですね、なかなかないですよ、これから先もやっぱり長くこう付き合っていきたいというか、うん、付き合わせていただきたいというか、うん、一緒に対話とかも、さほら、リュウイってさ、それこそさ、忍者マンジャパンね、はい、あのバンドを始めるのが忍者マンジャパンが初めてなわけじゃん、そうですね、そんでさ、まあ、そうやってね、まあ俺からしたらさ、もう本当ね、大先輩、俺からしても大先輩だし、はい、すごいね、キャリアある人だったりだとか、またはね、すごい大人気の人だったりだとか、あのいきなりポンと出会うわけじゃん、いや、びっくりですよね、あの1年、2年前の僕だったらもう想像できないですよ、だってさ、まあ、もうこれ言ってもいいと思うんだけどさ、はい、ね、あの専門学校生だったわけじゃない、そうです、普通の専門学校、普通ではないけどさ、まあ音楽の、まあね、音楽系の専門学生でね、はい、で、まあ、忍者マンジャパン、とあるきっかけで知り合うことになりまして、で、まあ、フランス行くぞっていうね、そうですね、で、まあ、こう、ついてって、うん、まあ、いろいろ勉強させてもらってるってことですよね、すごいよ、はい、貪欲だよね、貪欲ですよ、もっとライブ見たかったですもん、あ、コメントいただいてます、はい、あ、はい、見れた見れた、ありがとうございますね、髪が爆発してて、いつも、いつも爆発しちゃうんだよね、ありがとう、タイマン、普通の若者、ゆいさん、髪が爆発して可愛い、これね、自分でやってるんですよ。うまいじゃん。結構大変なんですよ、ね。はいはいはい。ね、はい、そうですね。まあそんなね、はい、あのまあ今回も、今回はなんと2組。すごいっす、ね。恐ろしいですね。恐ろしくないですよ。恐ろしくないですよ。恐ろしくないですよ。はい。恐ろしくないです。ね、本当に豪華なねゲストさん、はい、いただいておりますのでね、ぜひ、はい、チャンネルそのままでと、はい、いた感じでね、はい、行きたいと思います。思います。しちゃいましょう、じゃあ早速ですけれどもゲストさんね、今回ねあの1組目のゲストさん1組目でいいんだよね、1組まあいいんじゃないですか、もう紹介しましょう紹介しましょう紹介待ってらっしゃいます、はい、行きましょう、じゃあですね、はい、今回はですね、ごめんなさいごめんなさい、はい、じゃあ、本日の1組目の、スペシャルゲストさんですね、はい、はい、神田しのみさんです、どうぞ拍手パスパスパスあーそうです、失礼します、いやいや、いやもうこれどっち座るの、あ、もうどっちでも、なんだったら真ん中に座ってもらっても大丈夫大丈夫、大丈夫です、大丈夫大丈夫です、はい、ありがとうございます、あー、というわけで、いやー、すみません、お待ちいただいてありがとうございます、すごい組み合わせだと思うんですけど、本当だよね、なんか空気が違うじゃん、いやいや、そんなことないですか、いきなり空気違うじゃん、はい、というわけなんですけど、まあ早速ですけれども、ちょっとじゃあ、神谷さんの方から自己紹介ですね、はい、お願いします。これどこ見てるの？ここなんですよ。カメラいっぱいあるんですよね。どうね、これ。あの、お好きなところ。楽しいね。どこ好きなところ。お好きなところを見てて。OK 。まあ一応、あれですかね。LPWX 所属。そして、巷ではミスター女子プロです。LPW というのは、井上貴子、ブリバト、アイガ、そういった中でね、いる団体に属してます。
で、全部言うのこれ。これはずーっと言うのこれ、全部言うの1時間ぐらいかかる。いやいや、もう大丈夫ですよ。何なのこれ。まあ、そんな感じです。まあ、そんな感じで。でも、僕らたちも、はい、やっぱプロレス好きな人がいて、バンド内に。あの、そうなんですよ。あの、僕たちですね、5人メンバーでして、うん、そんでですね、してる、はい。ありがとうございます。当然ですね、あの、まあ、ギターのリラと、あとベースのメタルがですね、もう大のプロレスファン。なんでいないって。いやー、言ってやってくださいよ、もう本当に。僕が言いたいですよ。わかる。来た。本当に。もうメタルさん、ビビってんじゃないですか、今頃。リラさん。もう普段からこう、あの、プロレス T シャツ着て。あ、本当、はい、もう本当に。あー、残念だねー。で、プロレス好きじゃないんだ。いや、違う。そうじゃないってことはないんですよ。でも、ちょっと初心者というか。初心者ね。多分見てる人も初心者の人もいらっしゃると思うんで、確かにね、はい、やっぱ細かく教えてほしいっていうのと、細かく教えてほしいじゃないですか。細かく教えてほしいよ、俺は。教えてほしい。教えてほしいじゃん、もう、うん、もう、もう奥まで。奥まで、お前、大丈夫か。お前、取り返しの使うの好きじゃねえぞ。生放送だから。はい。すみません、変なテンションですけれども。いいよ。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、はい、まあ、早速なんですけれどもですね、今回ですね、うん、月刊忍者マンジャパン、まあ、恒例となっているんですけども、うん、ゲストさんにですね、うん、このトークのお題ですね、こちらの方を用意しておりまして、こちらですね、ダンスを投げて、で、まあ、いろいろ今回ですね、神戸さんにお話ししていただきたいですね、お題を用意しておりますので、はい、こちらを当ててもらって、お話を、わかりました。お題ってみんな見えてるのこれ。これ、あのですね、見えるようになります、ここから、はい、そうなんですよ、これがまた3つ目のカメラなんですよ。すごいねー。そうですね、隠しカメラいっぱいなんだよ。ほんとそうですよ。すごいぞ。というわけで、じゃあ早速ですけれども、はい、いただきましょうか、はい、ダーツの経験とか終わりなんですか。あるわけないじゃん。いや、でもさっきあれですよね、あの練習したいときにファンといいの。あ、いいですか。あ、ほんま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 練習したいの。大塚っていうのは大塚って、はい、あのね、うちの道場がある、で、意外と大塚って山手線内なんだけど、はい、知られないんだよね。池袋もあって、まあまあまあ、菅野があって、大塚だから、はいはいはい、意外と山手線内なんだけど、何大塚っていう感じ。いや、僕はちょっとライブハウスもあるので、うん、レッドゾーンね。レッドゾーンというか大塚ディーパーディーパーディーパーとかちょっとあるんですよ、ライブハウス時代。そうなの。結構バンドマンはデファイしますね、僕は。あ、そう、はい、で、あのね、ボクシングジムとか格闘家のね、ジムも意外と多い。ボクシングジムあります、多い、あります、あります、あります。そう、有名な加田恵美さんとか、はいはい、すごい多い。そうなの。なるほど。でね、うちは道場、よくみんな道場道場って言うんだけど、はいはい、うちの場合で道場って言わなくてバンクって言う。バンク、バンク、なんかバンク、バンク、バンク来ない。バンク、バンク、ちょっとバンク来いよ。お前ちょっとバンク来いよ。なぜバンク。バンクが、はいはい、うちの道場がもともと大塚駅って、はい、南口と北口って2つに分かれてるんだけど、はいはい、南口側なの、うんうん、で、もともとそこね、銀行だったのよ。おお、あ、そのバンク、そのバンク、そんで、そのバンクもそうなんだけど、はい、その、もともと銀行で、その、シャレでバンクもいいねっていうのもあるんだけど、うん、普通銀行って、お金を貸して、うん、で、お金を預けて、で、利子で返しますよ、はい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 、が銀行じゃない。はい、じゃあ、うちも道場をするんだったら、うん、皆さんの体を預かって健康にして返しましょうっていう。おー、なるほど。そういう。で、さっき言い忘れたんだけど、はい、うちの会社の LLBWX の理念が、はい、皆さんの心と体を元気にしましょう。おー。っていうことで、はい、バンクで結構その昔で言うさ、道場って言うと、はい、あ、なんか怖いよねとか、行くのが毎日嫌だって嫌、そうそう、で、なんかこうリンクがあると、はい、すごくこう憧れる人と、やっぱりリンク怖いし行きたくないし上がれないよ、
ていう人になるじゃない、はいはいはい、だったらちょっとハードルを下げて、うん、みんなにこう触れてもらいたいな、で道場着なよっていうのと、うん、ちょっとバンク着なよって、まあ、そうですねそうですね、まあ、でも銀行だと思って言っちゃいますけど銀行だと思ってやっちゃったらあれもうリンクだよみたいなあ、なんか、あれ、カトリさん、お金下ろすんかなじゃあ、バンク一緒に行きますかあれそういうね、バンクね、なるほど。じゃあ、もう本当にこう、なんて言うんでしょう、あのプロレスとかよくわかってない人にもこう、プロレスしてもらいたいっていう。そう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 。で、みんな、リンクとか、うん、なかなか上がれないとか、うん、なんじゃない。でも、うちは、比較的、リンク皆さん上がっていいよ。あ、そうなんですか。工場見学していいよ。あで、ミートオープンみたいな。いや僕ね、大塚サリオさんどっちですか、リングにさっきカトリさんおっしゃってた。いやでもなんて言うんでしょうね、僕らうちらでいうところのステージだから。ああ、そうですよね。そうきた、そうなんです、そうきた。まあ別に微妙に違うと思いますけど、でもやっぱりなんかこう憧れっていうか神聖な場所なので、中途半端な気持ちでは上がってほしくないっていうのは僕の中ではありますね。なるほど、ではなるほど。ほんと腹くくるわけじゃないですか、もうやってやるぞ。確かに。でもね、でも試合じゃないし試合やるぜだったしまあまあまあそうですよね。いやまあでもそうなんですけど、試合やるぜ上がってこいよってわけじゃないから、あ、まあ、まずね、経験して体験して、あ、こういう痛いとこで戦ってるんだとか、こういったとこでやってるんだっていうのを実際経験することによって、意外とほらプロレスのリングって、うんうん、なんだろう、ロープがワイヤーでできてるとか、はい、そうなんですよね。あれめちゃくちゃ硬いんですよね。意外と硬い。あれ当たると超痛いんだよ。なんで知ってるの？いやいやいや、触った時あるんですよ。あ、はい。意外と、意外と新鮮感。いやいやいや、違う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 鉄骨があるでしょ、はい、鉄骨があって、それで板があって、うんうんうん、で、シート、はあ、それだけだから信じらんないですよね基本は板の上で取ってる。いや、しかし、ね、そういう視点で見てごらん、トップロープからビョーンっつってどうだよってごらん、うちらだと即死だからね、本当に。いや、ないしもない、だから練習すればね、大丈夫。だって今はだからアイドルユニットって言って、はい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 、井上貴子っているんだけど、うんうん、井上貴子はもともとアイドルレスラーだった、はいはい、それの2世っていうことで、あのアイドルがプロレスをやる。あ、で今まではプロレスラーがアイドルとしてやってました、うん、しかしここを逆にしたいっていうことで、アイドルがアイドルとしてアイドルイベントも出て、うん、でプロレスもやりますみたいな。だからこんな細いのってこと。あ、でもいますよね。すごいですよね。時代なんだよ。時代なんですかね。そういう子もやっちゃう。頑張ります。いや、でもそれこそカンドリさんも、うん、本当お若い時から、うん、ね、大舞台に立たれてるわけじゃないですか。それこそ二十歳そこそこの時から、うん、何万人の、ね、前に立って命張ってるわけじゃないですか。うん、なんか僕的にですね、まあ、今日せっかくカンドリさんゲストで来ていただくということで、うん、なんかその辺のお話とかもしたいなぁなんて。ダメだ、今大塚だもん。いやそうですよ、今大塚ですよ。何言ってるの、いいですか、大塚。すいません、ほんとにすいません、いけるなら、うちのサリノがすいません、本当にやめてください。今大塚だもん。大塚の話はしたいんですよ。あったあった、大塚ね、大塚、大塚、大塚、はい、そうね、大塚はね、全然ね、美味しいとこはいろいろあるらしい。美味しいとこいっぱいありますよね。なんか焼肉ってイメージがあるんですかね、僕的に。あ、本当、はい、焼肉、うん、へぇー、もう店の名前知らないで全然終わっちゃってた。いや、でもなんか B 級グルメの店舗っていうイメージがありますね。そう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 。でね、今年はね、今月はね、阿波踊りもや。意外と阿波踊りって、あ、神楽坂も有名なんだけど、はいはい、大塚の阿波踊りもものすごい人、へぇー、びっくりするぐらい踊ってるんですか、うん、皆さん。え、カメラさんも踊られてるんですか。うん、そうです。おぉ、今習ってる。マジで、そうなんですか。ほんとね、そのレンって言って、はい、レンがあんの、レンが、はい、そういうチーム、はいはい、それをちゃんと練習に行くの。へ、夜な夜なやるんだよ。ちょっと怖いね。ちょっとなんか、なんか時間が経ってきたら、なんかこう変わりだす。ちょっとずつ、こう、ちょっとずつ怖い。いけないんじゃないか、途中でこうなってる。
そうやな。そんなこともやってたりとかしてるわけよ、大塚。もう駅前でやられるんですか、そういう。そう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 、すごい人だよ、本当に。じゃあもうなんか本当こう地域が活性化じゃないんですけど。あれはない、普段はそんなに人は出ないんだけど、どっから出てくるんだろうってくらいすごい。本当に出てきてごらん。はい。23、24やってっから23、24ですよ。23、24、8月、24、8月神田さんも出るんですね。当然うちのメンバー出るから。ちょっとそれはマジでちょっと、あ、これはもう大丈夫です、メモしました。今ね、大塚ちょっと好きになっちゃったんで。大塚も大丈夫です。そろそろいいよ、じゃあ。よろしいですか。大丈夫ですか。それに足りないってことないですか。そろそろいいですか。大塚は大丈夫です。よし、じゃあ早速、次のお題。はい、今大塚喋っていただきました。また大塚出ないかな。そんなに難しくないですか。はい、じゃあ2回目ですね、どうぞ。おっ、おっ、来た。あ、微妙だよ。青ですね、LLPWX ってどんな団体。あ、さっき話したじゃないですか。いやいや、もうこれこそじっくり喋っていただきたいですよ。はい、はい、まあ、というわけで、神戸さんが代表をね、務めておられる LLPWX、 そうです。どんな団体なのか。もともとね、はい、LLPWっていう団体だったの、はい、で、それが風間るみっていう、もう引退されたんだけど、うん、その選手と一緒に作った団体っていうの で、うん、で3年前に、LLPWX に変えた、うん、で、そのさっき言ったような、理念として皆さん心と体を元気にしますっていうのと、 X っていうのがいろんなものに対してコラボしていこう、だからアイドルもやっていきますよ。そうなんですね。で、そうやってプロレスだけ見せるんじゃなくて、うん、皆さんをこうやって健康にしていきましょう、うん、っていうことで、インナーとかのヨガをやったりとか、うん、カルチャー的な部分もやっていこう、いろんなものにクロスしていこうっていう団体なわけですよ。はぁ、その X なんですか。そうなの。あ、そうなんですか。 X が好きなわけじゃない。おぉ、あれ X じゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に僕大好きなんですよ。いや、もう本当その話いつしようか、いつしようか。ちょっと待って、まあ、さっきですね、ちょろっとですね、控え室の方でお話させてもらいましたけれども、そう、もうヨシキ大好きなの。いや、ちょっと待って、申し訳ないですけど、僕も負けませんよ。こいつも大好きなの。僕も負けませんよ。申し訳ないですけど、ヨシキ自慢なんじゃない。いや、でもね、もう某番組で神戸さん、ヨシキさんと二人きりでデートしてますから。フェラーリの すごいよ。あれはね、プールスやっててよかった。でも、まあ、そしたらそれまた言ってたら怒られて、お前はそのためにプロレスやるのかみたいな。プロレスは何だと思ってんだって怒られてんだけど。いや、もうあれはね、すごい体験ですよね。でもね、最初の方とかもう、うん、屋敷さんとか来て、そう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 でさ、後ろでそれでここ、まあ、車内の中で、じゃあデートだからって言って、はい、全部会話でこれであれでっていう指示が来るわけ、はい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 、で屋敷さんが何が好きなんですか、はい、で、また指示が来て、生肉、生肉生肉が好きなそれ言ったよ。見てない人もいるかもしれないんで、YouTube でこの動画あるんで見てください。で、その時の社内のデートで多分ここで黙りついてる。そんなんばっかりだよ。でもね、ピアノを弾いてくれたんだよね、素敵ね。いや、信じられないですよね。でもなんかあれですね、はい。なんか言ってます、指令が、指令が、はい、指令が、はい、ハンナリさん、やっぱりこうね、僕らから見ても、まあ、ちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、うん、男まさりじゃないですか、うん、いい言い方なんですよね。本当ですか。男まさりって、はい、でも、ヨシキさんの前に立った瞬間に女の子になってましたよ、ね、僕そこがすごい衝撃的であの時も違う、ね、着ていくものも全部ね、はい、指示が来たんだよね。そうなんです。で、あれもベルサーチにしなさい。はいはいはい、でも、そんな金なんかかけられないだろうって言うんで、ベルサーチ風。で、ベルサーチで、で、洋服のスカート履きなさい。スカート履かないし、履けないし。で、そしたらなんかキュロット的な形のパラパンっぽくなってみたいな、結構ね、いろいろとね、指示が来てた。あ、そうだね。もうでもいいよ、何でもやるよ、みたいな。会えるんだったら。会えるんだったら何でもやるよ。いや、もうほんとそれこそね、前日とか寝れないよね。寝れ
れないですよ。こいつも一回、まあ、ある機会でヨシケさんに握手してもらって、はい、お会いできまして、すごいよね。もうなんでちょっと悔しい悔しいですねちょっと、ね、僕らちょっと前にライブでフランス行かせていただいたんですけれども、へぇー、はい、そこでも忍者なんで結構、まあ、お客さん盛り上がってくれて、うん、で、そこのパーティーみたいなのが日本でありまして、ね、うん、で、ヨシキさんが来るかも的な噂は聞いてた、うん、まあ、ほとんど日本にね、いらっしゃらないですからね。え、フランスでやったの？僕ら、そうですね、違う違う違う、そのパーティーは？あ、パーティーは日本で、日本でやったの。7月に行ったんですけど、また日付が12月頃にまた交流を深めるというか、うん、そういうパーティーが行われまして、うん、そこでお会いできて、へぇすごいね。へぇ、後ろにこう立ってたら、こうなんか気づいた時に走ってますもんあー、体が勝手にこうでもほんとね、あのやっぱ音楽の道を志す人間にとってみたら、やっぱりよしきなんて神様なんで。すごいよね。音楽のことは詳しくないんだけど、はい、やっぱ天才的でしょ。そうですね。そうなんですよね。何でもできちゃうもんね。そうですね。すごい。まあでもやっぱりこう才能も、才能の裏にやっぱ努力があるんだろうなってことは常々思うんですけどね。いいこと言うね。いやいやいや。いいこと言うね。いや、クソやられた。やられたよ。でも座布団。なんか嬉しいことが書いてある。忍者マンジャパンとクロスしてってちょっと書いてあるんで。おー、なるほどね。その LPWX の X で、なるほど、忍者マンジャパンと、はい、逆にじゃあ、カンダルさん的にじゃあ僕ら忍者マンジャパンと絡むとしたら、うん、どんなこと考えられますか？僕ら、僕らあのまあ一応、はい、でもさ、これも忍んでる、試合できんじゃん、このコスチュームで。こういう選手いる。でもちょっと出るだけになっちゃいますよね。ラリアット食らって終わるね。でももう一発で、いやもう。それダメじゃん。いや僕らもう。お企画なんだ今。いやでもですね、この、僕、カンドルさんに一つお願いがございまして。一発。うん。バチンと本当にやられたいんですけれども、次放送できなくなるの次放送できないこれ言っちゃった。いやもう、まあでもね、そうなんです、もう先月から言ってたんですよずっと師匠のドラムの方も、マサトさんとよくそういう音楽の付き合いあるみたいな、ケイマン選手ね、ケイマン選手マサさんで一発そう食らったりしたら勉強になるし、うん、勉強、お前ちゃんとやってこいよはい、カンドルさんに言いますなるほど、今やるの？後でやるの？いや、もう、いやもうせっかくなんで放送中に一発ちゃんと放送中か、何やろうかな何やろうかな何やろうか何やろうかな、ちょっと分からんすからね、ライブに支障ない程度だよ。いや、お前それは失礼だよ。手加減してください。だっていや、手加減なしでお願いします手加減してください。大丈夫だって。全然大丈夫ですよ大丈夫だよね。大丈夫じゃないから。大丈夫、あのいくらでもあの控えのドラムがいるんで。あそうちょっと待ってください。今ひどいですよ今ひどいですよ。仲間売るよね。そう、売るよね。仲間売るよね。綺麗事ばっか言って仲間売って感じだよな。ダメですよ。丈夫にできてるもんね。そうです、うん、そっか。そしたらじゃあ張り手にしよう。お、そうすれば、支障はないよ。支障はない、支障はない、うん、倒れることもないだろうし、そう、あの全然気絶することもないだろうし、あの大丈夫、そのまま即死できるから気持ちよく落ちるから。じゃあ、早速ですけども、いいですか、そちらで、うん、まあ、いいけど、はい、ちょっと、こんなことお願いしちゃっていいんですかね。ちょっと、じゃあ、どこが これ映りますかね。これで、あ、ちょうど僕の頭がめちゃ、じゃあこのカメラですね、こちらのカメラ。よし、はい、じゃあちょっと D カメラに向かってね、こう、うん、ちょっと下がってもらっていいですか。じゃあカメラをちょっと調整します、ね、はいはい、まあ、いきなりですいませんね、ほんとに忙しいよ、見てる人。よーし、できなくなりそうだって。こっちだね、行くよ。あれ、どうあ、じゃあ、こういうとこに。うわ、すげえなー、いいな、いいなー。こすってやりますか、すいません。ないよ。おっしゃよしまずお願いします。いつも大丈夫です。はい、よ
わー、ジンジンする、重いっす、重いっす、重いっす、すごいありがたいね、お前。え、ちょっと待って、下げたから、ちょっと待って、張り手、張り手を言ってくださいっていう指令が張り手ですか、いいですか、すいません。張り手も来ちゃう、張り手は、ただ、はい、ちょ気をつけてほしいのが、はいはい、鼓膜破れるよちょっと待って、ちょっと、ストップなんで鼓膜破れるよ、ね、鼓膜破れるよ、ちょっと、もうじゃあ、ちょっとね、神田さん、どうだったドンってきます。お前、プロのレスラーにね、ありがとうございます、本当にありがとうございます、本当に。だから、あの、力3部だから今の3部なんですね、当たり前じゃん普通にね、そのまま飛んでちゃうマジで、まあ、そうですよね、そうですよね3部だよ、お前怖くなってきちゃいました目が赤いもんだからだんだんさ、次に会ったら4部ぐらいです、だんだん慣れていかないと。なるほど。で、マックスになるんですよ赤くなった赤くなっちゃってるんですよ。お前、すごいね。本当にありがとうございます。すごいね。じゃあ次が会った時は4部ぐらいだな。いやもうできるだけこう会わないようにこう。本当だ。そうです。もう次もぜひよろしくお願いします。次もっと自分がトレーニングしてそれで耐えられる体を作っていけばいいです。そうだね。そうだね。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。まあ、あれ手になってしまう。じゃあ次行っちゃいましょうか。はい。お題ね。はい。よし。もうすごいよ、もつかの話からの感じだから次何が来るのか分かったよね、もうね。次、はい、はい、同じ、これさ、同じになったらどうなの。あ、同じ話していただきます、はい、いきまーす、はい、どうぞー、ほっ、よいしょ、おちょっと待ってください、あの、今のは全然見えてないです、見えてない、見えてない、全然見えてない、そうですね、あれ、今結構なんか遠くに飛んだような気がしたんですけど、カンドリーさん、あ、ちゃんとやれよ、はい、いきまーす、どうぞー、ほっ、でねん、お、お来ました。はい。来ました。50歳生誕記念イベントでやりたいことは。そうなんだ。はい、ね、ここをまず細かく説明しなきゃいけないね。いやいや。すごいわけで。まあ後ほどね、あのゆっくりおしゃべりしてもらおうかなと思ってたんですけれども、あの10月11日ですね。そうです。両国国技館にて、うん、LLPWX 女子プロレスのですね、生誕半世紀イベント、ビッグイベントですね。こちらの方が開催されるということで、やっちゃうわけですね、はい、今年がね、はい、50だね、わどうなんだっていう、全然見えないですよお前です、ね、何がやたら元気だねみたいなよく言われるんだけどね、うん、やたら元気だねってことで、うん、で50っていう中で、はい、今最年長っていうのかな、はい、それがダンプさんとか、うんうんうん、ダンプ松本さんとか、はい、ジャガー横田さんで、はい、52さんはい、なんだけど一回引退されてまたやってますっていう中でずっと現役やってる自分の場合ずっと現役やって50になるんで、まあ、50っていう中ではやっぱこう節目じゃない、はいはい、節目ってなって、まあ、現役をここまでやってこれたっていう中ではドカンとやろうよと、うん、っていうことでそういうレジェンドの選手、うん、ダンプ松本選手、ジャガー横田選手とか、それで男子も含めて、うん、天球源一郎さんとか、藤原さんとか、まあ、いろんな、まあ、ファン投票にしてるんですが、それで今ね、とにかくね、レジェンドみんな集まれ、うわー、もうこれもう見たい、見たい、いや、本当に見たいです見たいって、本当に見たい、俺に甘えるな、俺に甘えるな、本当に見たいそんなね、カードをやって、まあでも、こうやって実際やたら元気でプロレスもできるのも、やっぱり、みんながいてくれて、ね、ファンの人もいて、関係者の人もいて、みんながいるからこうできるってあるわけじゃない。それのご恩返しで、なんかできたらいいなっていうこともあったりとか。で、じゃあ、そしたらやっぱ自分の年代でこう頑張ってきた人たちのレジェンドで、まず見せて、で、まあ、うちがアイドルの、ブリバトとかいるわけじゃない、うん、そういう子たちも一生懸命頑張ってます、うん、っていうものをとにかく戦いを通じて皆さんにメッセージを送ろう。暑いですね、ちょっとキュンでしちゃったよ俺キュンでしちゃいました、ね、い
やもう本当まさにあれですもんね、そのプロレスのね、あの黄金時代という言い方がどうかわかんないんですけども、うん、もう誰もがこう胸を熱くしたスーパースターたちが、はい、すごい胸熱いですもん僕それはお前すごい胸熱いですもん中もね、外も、はい、中も外も熱いですいやもうこれはやばいですね、やばいよ、やばい激アツイベントですね、うん、行きたい。3時からだから3時から3時から3時から10月11日3時はい、みんな分かりました、10月11日3時からっていうメンバーを今で、うん、今ファン投票して来週ぐらいがカードが出るかなっていう。あ、そうなんですね。でもこれファンの方たちも誰にしようかなってすごい、ね、悩むとこですよね。もうそれこそで、今やっぱ多いのはね、はい、天竜源次郎さん。あ、まあそうですよね。また僕ここに刺されるの伝説のねで、はい、今長谷千草は基本的に自分もお願いやりたい選手の一人なの、はいはいはい、っていうのがあって、はい、あとダンプさんの声があって、はい、で、あと誰かな、堀田恵美子とかもそうなんだよね。結構ね、そういったカードは、はいはいはい、結構ファンの中で10月11日、両国国技館にいて、スーパースターが、ね、集結するという。そうです、はい、今回は、はい、伝説から CY だ、うん、お CY でしたよ。でもこの多分、今出てるメンバーで次のカードはないなっていう。先週、まあ、あのまだはっきりしないんですけども、今言ったメンバーが揃うとか、うん、その中でどういうカードなのか分かんないんだけど、うん、今いるメンバーの中で揃うってことはまずないだろうな。すごいですね、急にのカードが。すごいよ、嬉しいわよ。次はもう見たい、本当に見たいとしか言えないですけどこれやばいですね、うん、いやもうどんな試合になるのか今からドキドキですけど、どんなカードになるかね、まず。まあそう、そうですね、カードを見るだけで楽しみですよね。そう、でもどのカードも楽しいっていうのが僕あると思うんですけれども、まあまあそれはそうだけど、スーパースターが集まるんだからさもういるだけで楽しいもん。なんて言うんでしょうね、プロレスラーの方って、うん、もうそうなんだよね。なんなんですかね、入場テーマ曲が鳴ってリングに立つ、それまでも面白いよね。そうなんですよ、それでもワクワクしてもうリングに立つだけでわ、お腹いっぱいだよみたいなね。いや、お腹いっぱいじゃないですけどダメ。いやもう本当にそうなんだよね。何なんだろうね。多分ね、やっぱりね、そんな、なんて言うんだろうな、入場のね、テーマソングがかかって、そこからステージに上がるまでに何か男は見るんだよ。うん、そこにロマンを感じる。このステージに上がるまで、その人がどれだけ苦労してきたかと。まあ、苦労というかね、あのね、うん、練習だとか、辛い思いをして、初めてそこにいろんなものに打ち勝って立つわけよ。まあ、ね、そこだと思うな。そこですよね。本当か？いやいやいや、でも、うん、もう なんて表現したらいいのかわからないんですけど、うん、まあとにかく僕は生で見たいです。本当に一回、ね、やっぱ今の時代ってライブもそうなんですけど、うん、生じゃなくて映像で終わっちゃう人っているんですよ。ああ、そうだね。それは僕気持ちが伝わらないんで、うん、本当に嫌なんですよね。なるほど。はい、そうですね、まあ、今、まあ、この番組もそのインターネットっていうところを通じて、まあ、いろんな人に見てもらってるわけですけど、うん、やっぱ生ってね、違うね、その、はい、息遣いとかね、そうなんですよ、音の感じとかなんでゆっくりになるの。いやもういろいろ今すいませんね、想像しちゃってるんで、すいません。ぜひ、はい、ぜひ、うん、両国国技館、両国国技館ですね。はい、で、そのちなみにですね、チケットの、うん、入手方法なんかはその、ね、LLPWX 公式サイトですかね。そうです。ぜひぜひ。で、はい、おすすめなので、はい、ぜひともねチェックしていただきたいなと思います。そしてローソンでも売ってるよ。ローソンで。ロッピーですね。ロッピー。ミニストップでも売ってますよ。おお、いろんなところで売ってるよ。ミニストップローソンだけですね。そんなことないですよ。はい。はい、そちらの方ですね、はい、あの、はい、でこの LLPWX のですね、うん、なんとオフィシャルクラブ、はい、こちらの方入会受付中ということで。そうなの、はい、受付で今どうやってこう、うん、ないんだよね。入会は決まってるんですか。今までこの交換生で入会、そうだよ、ファンクラブだよ、ファンクラブも今募集して。そうですね、
ローチ系チャンネルですかね、うん、そちらの方からリンクが貼られてそうですですので、でこのあれですね、あの LLPWX のオフィシャルファンクラブに入ると、うん、なんかここでしか見れないコンテンツだったりだとか、そう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 、うん、開放誌があったりとか、開放誌あるんですね、うん、いろんなグッズ、特典グッズがあったりとか、はい、ちなみにどんなグッズが来るんですか？それはだって教えちゃったらいやもうなんかそれを聞いたらやったってならなるほど、もしかしたらあれだよ、入っちゃう入っちゃう、あ、入った、入った、確認してみようかな。カンドリさんにこうね、これやってもらう件とかあるかも。ああ、なるほど、いや、絶対やってもらってもらってもらって力2分してますみたいなですね、はい、よろしいですかね、はい、はい、まあそちらの方ですね、あの詳しくはオフィシャルサイトの方に、記載されてますのでね、ぜひともね、チェックしていただきたいなと思います。じゃあもう1回ぐらいいっちゃいますかね。もう1回ぐらい時間的にあるんで、ぜひともお話を考えたいなと。よしよしよし。でも同じはダメなんでしょ？え、なんですか？でもね、自分の中でそのブル中野のチェーンデスマッチ、はい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 、それもすごく自分の中で残っていて、あとね、ジャッキー佐藤さんってもうビューティー、あの自分がそのデビュー戦、元デビュー戦の時にもうジャッキーさん亡くなられちゃったんだけど、そのデビュー戦っていうのも残ってるんだよね。あ、そうですね、初めて、そう初めて、それはそのメインイベントだったの、新人なの、うん、はい、で新人でメインイベントやってで、でまあ柔道から転向してってな、あいつは絶対プロレスなんかできないんだぜっていうやっぱ声があって、でもね、すごくその評価をもらったっていう試合だったんだよね。あ、そこの辺ぐらいかな。でもなんか、でもそういろいろ考えていくといろいろ出てくるんだけどね。そうですね、僕もいろいろ出てますからね。でしょうーんっていうそうなんだ。まあ今挙げた中が大体出てくるかな。なるほど、それぞれだね。いやー、でも全部が全部やっぱすごいですもんね。いや、そりゃそうだよ、真剣勝負だもん。本当に僕がまあいろいろ聞きたいことまた多くなっちゃう踏み込むね。そう、踏みたくなっちゃうんですよね。いや、いいよいいよいいよ、いいじゃん。大丈夫なのか大丈夫なのか分からない。大丈夫、大丈夫、あドラム会はいくらでもいるから北斗晶さんとは仲はいいんですか？仲なんか悪いよ。基本いいのってあんまりないの、自分は。ああ、そうなんですか。そう。だから今はもうなんだろう、ある程度年も食ってっていう感じで、うんうん、団体をやってた時にはもう団体のメンツをかけて戦うわけじゃない。はい、うんうん、でもうやるかやられるかのうちの場合って、はい、その女子プロレースの中でもちょっと異色な団体。でそういった中でやっぱ団体を舐められたらこう寝ろってなるわけだから、だからもうみんなが敵みたいな。だから北斗晶だけじゃなくて他みんな敵みたいな。全員が全敵と全員殺してやろうみたいな感じですか？すげえ。とにかくうちの場合舐められたらもう終わりと思ってるから。舐められないようにもう。舐めろみたいな。練習でやるのね、なんかそんな話聞いちゃうからね。そう。それとその憧れの人ってのは最初の時はいたんですか？憧れは基本その女子プロレスって入る前までそんなにすっごい好きじゃなかったのよ。うん、どちらかというと
もともと柔道をやっているじゃない、はい、だからそのプロレスを 見てる人で食わず嫌いな人いるじゃん、うん、どちらかというとプロレスをこう斜めから見る人、はい、なんで技を受けんだよとか、はい、ロープなんか走って行くんですよ、ね、来んじゃねえよとか、はいはい、どちらかというとそういうタイプだった、あその柔道やってる時って、うん、はい、で柔道だからもう投げられたらもう終わりたいわけじゃない、はい、当然、はい、投げられに行くなよみたいな、はい、すごいですねっていう、そうなりますもんね、そうそうそうもう一本でも前に出たらそう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 だからどちらかというとそういうなこっち側タイプで、プロレスに入ってすげえプロレスこんな奥深いんだっていう感じ、入ってからそのすごいプロレスの怖さとか、うん、凄さとか、うん、面白さとか、うん、知ったタイプだ、うん、やってみてから分かったことがいっぱいあるある。だからよく言うんだけど、人ってすごいみんな可能性を持ってるから、はい、自分で判断しちゃいけないよっていう、うん、一回やってみなよって行動を起こすとか、そう考える前に一回やれって、そうすると自分で眠ってるものが絶対ね、こうなんだろう、起きるっていうかね、自分がそうだと、うんうん、やってみましょう。プロレス。俺はちょっと無理。そこかよ。でも今興味いっぱい湧いてる。いや湧くね、ちょっとね、うん。見方変わるよね。変わります、変わります、うん、本当に、うん。実際こうやってる人とお話しさせてもらったりとか、うん、全く違う系統の人とお話しさせてもらうと、うん、興味なかったものが興味になったりとか。また違う目線から見て勉強になったりとか、うんうん、いやだからね、でプロレスでよく何が面白いのってよく聞かれるじゃない、はい、でなんでプロレスなのってなった時に、自分たちって当たり前のようにやるわけじゃん、みんなも演奏する時ってみんな当たり前のようにやるわけじゃん、はい、でもプロレスってその投げられても投げられても起き上がるわけじゃん、そうなんですよね、でそれがやっぱりね、それでやっぱ相手の技を受けるっていう凄さ、うん、あ分かっているのも受けるっていう、そういったところのね、面白いところあるわけです。ずっともう立つんだ状態ですよ、ね、そうそうそう、立つんだ状態、立ったらダメですよ、うん、だから今って時代がもう緩くなってきて、うん、もう努力、根性、忍耐っていうものはもう死後になるじゃん、でもこれからね、その時代がまた戻ってくると思う、あーかっこいいそうですよ、それが一番重要ですから、そうだね、はい、なんだかんだって絶対そこに来るとこね、そうですよね、ということです。だいぶ心打たれたね、打たれました、本当にありがとうございます、胸も打たれて心も打たれていいね、ありがとうございますそうだね、はい、まあですね、はい、まあ、そんなね、今日は素敵なお話ね、たくさんしていただきましたけれども、はい、まあ、何よりですね、10月11日、ありがとうございます、国技館ですね、はい、こちらで、ぜひ来てね、行きます、本当によろしくお願いします、警備員だよな、はい、警備員だよね、警備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 員だよ、普通に見させてくださいよいいね、お金払ってというわけで本日の第1組目のゲストさんですね、神取しのぶさんでした、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあね、ありがとうございました、じゃあねってあんだけいい話されていやいやいや、すごかったね、やっぱりちょっとやばいわ、もうキュンキュンときたわ、やっぱこれやる前までやっぱドキドキしてましたけど、まあまあね、あんだけね気さくにね、はい、お話していただいて、ほら皆さん素敵だった、爽やかだったね、ちょっとファンになっちゃったよね、普通にね、はい、あとでもサインもらいたいな、サインもらいたいですよ、パンダさんちょっと忙しい子だったらすぐ帰っちゃうみたいなこと言ってたけど、そうですよ、ね、サインもらいたい、サインもらっといて、サインもらっといてっていうね、はい、まあいいじゃないですか、まあ2組目のゲストさんですね、そうですね、はい、もう本当にね素敵なゲストさん来ていただいておりますからね、よろしいですかね、はい、じゃあ早速ですけれどもお呼びしちゃいましょうか、はい、じゃあ本日ですね2組目のゲストさん、アキダスさんです、どうぞー、アキダスさんどうぞー、どうぞー、アキダスさん、アキダスさん、はい、というわけでどうもー、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 すいません、狭苦しいところでね、すいません、もう僕らの変化になっちゃってますけど、ね、どうぞごゆっくりしててください、はい、ありがとうございます、はい、というわけで本日の2組目のゲストさんですね、アキダスさんです、はい、よろしくお願いします、お願いします、自己紹
介の方お願いいたします。はい、アキダスのギターボーカルとピアノを担当しています、はい、まさきと言います。まさきさんで、まさきさん、はい、お願いします。はい、同じくアキダスのギターボーカルを担当しますゆうです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ニンジャマンジャパンボーカルのサイなんです。あ、はい、よろしくお願いします。ドラムのデューイと申します。お願いします。デューイです。デューイさん、そうなんです。はい、いえいえ、まあ、一応あの僕らこれでも忍んでるつもりなので、忍者なんで忍んでるつもりなんですよ。その手でお話ししていただければなと思います。わかりました。すごいですね、はい、まあ、というわけで、アキダスさん、はい、2人組の、そうですね、ね、まあ、音楽ユニットっていうんですかね、はいはい、というわけで活動されているわけなんですけれども、はい、まあ一言で言うのも難しいと思うんですけど、はい、アキダスさん何だっていう、それちょっと待ってください、はい、これちょっとこっちの Q&A にもあるんですよ。ある、ちょっと一回投げてもらって何が当たるかやってもらえませんか。あ、いいっすね。ぜひダースで早速行っちゃうの。まあ質問にアキダスとはってあるんで。じゃあいいよ。でも変わってないっていう。でしたら、じゃあ先にアキダスのじゃあ由来、そうですね、初めて見る方も多いと思うんで、はい、由来はじゃあ何だと思います逆に。あ、いやでもね、僕ね調べちゃった。あらあらですよね。ありがとうございます。走り出す。惜しい。あれ。さ。すみませんでした。すみません。失礼です。もうあのスピード落として歩き出すを。歩き出す。はい。ウォーキングの方です。ウォーキングの方です。あれですよね。お二方は沖縄。そう、沖縄出身で。沖縄。高校の同級生。濃いですよね。はい。なんかこっち結構濃い。そう、濃いって言われますね。まあそうですよね。はい。沖縄行ったことありますか。僕修学旅行で行かせていただきました。沖縄の方に。すいません、秋田さんに何も言わずに。いやいやいや。次から行ってくれたら。ああ本当ですか。じゃあちょっと一度連絡して沖縄行きますと。もう一周お店とかね。あ、本当ですか。ぜひぜひ。もう那覇の方なんですか。そうです、もう那覇の首里城わかりますか。はい、首里城のもう近くです。2人とも。あ、そうなんですね。はい。他人なんですね。沖縄の中では。そうですね。いやでもすごいですね、その高校の時からのね、仲いいっていうことで、喧嘩とかしないんですか。いや喧嘩、本当にもう14年ぐらい一緒にいるんですけど、本当に喧嘩がなくて、逆にしないといけないなと思ってぐらいなんですけども、はい、だけど、じゃあこ言ったら、はい、承諾して、みたいな感じになる。承諾ちょっと日本が変だな。楽曲とか。そう、なんかもうあんまりプライベート一緒に遊ばないんですよ。あ、なるほどね、はい、全く高校から遊ぶ友達もグループが全然違う、うん、で、まあ音楽やるときだけ集まってっていう、うん、なんかスタンスだったので、それがそのままずっとそのまま、ね、来て。なるほど、はい、そうなんですよね。じゃあその距離感もいいってことですか、ね、そうだね。でも俺たちも多分距離置いた方がいいんだよ。すぐこういうこと言うんですよ。先輩なんですけど。ほんとにもう結構一緒にいる感じなんですか。いや、そんなに痛くないんですよ。僕は痛いです。まあそんなわけです。はい、今回ですね、あの PV プロモーションビデオですね、こちらの方持ってきていただいた、はい、ということなので、はい、じゃあですね、秋田さんの方から曲出しの曲振りの方お願いいたします、はい。では、旅立ちをテーマにした曲です。アキダスで地球人。すみません。ご挨拶してみたいですね。そうですね。こんな感じなんですね。見上げないよ。自転車を越え
で飛ばした飛ばした涙飛ばした向かい風に逆らって漕いで行け生きて行け というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全然ギター弾いてないじゃないですか。全然弾いてないじゃん。弾くところだったんですか。そうそうそう、弾くところだったんですか。ずっと真崎さんが演奏してたんですか。そういうところあるんですよ。そう高校の時から。ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、まあ今見ていただいた映像は去年の12月ですか、はい、冬にちゃんの方で、まあ、大きなホールでやられてたということで、なんかこの時の思い出とかってあったりするんですか。そうですね、まあ、この時の思い出と言いますと、まあ、うん、上京して、はいはい、で、これが何年目ですか。3年目ぐらい、まあ、3年目3年目ぐらいだったんですけども、うんうん、まあ、一番秋田さんの中でも大きいキャパの、うんうん、最大キャパ、はい、だったので、うん、まあ、それを知らない土地でこう集めようっていう、まずそのいろんな大変なこともありましたけど、そうですよ、はい、はい、ただそこでね、来てくれた方もいましたし、うんうん、とてもなんかだけどこれで終わっちゃいけないなっていう、うんうん、なんかスタートに、ね、改めてなった、ね、はい、ライブでございます。もうあれですか、その日ライブ終わったらやっぱこう2人だけになった時に俺たちやったなみたいな。いやー、どうなんだろうね。全然なかったですね。ないんかい。ないんかい。ライブ終わったらもうじゃあまた距離を置く。疲れちゃうみたいな。あ、いやいやいや、あるある。じゃあ友達と飲みごぜみたいな。おい、うちらのことは言わなくて。僕らそんな冷たい関係でしたっけ。というわけで、はいはい、はい、ね、もともとあれですよね、秋田さんはこうストリートライブを積極的に。そうですね、もともとは国際通りで最初、はい、沖縄の沖縄もありまして、そこで最初やってましたね。おお、はい、もうそこからね、もう本当あれじゃないですか、沖縄って言ったら日本のね、はい、最南端、そうですね、のところで、はい、まあ今ね、東京が日本の中心っていうと、そのど真ん中でああいう素敵なホールでね、やってる実感ってどうだったんですか。そうっすね、昔沖縄でこうやってる時に、はい、結構やっぱ酔っ払いとか絡んできて、あ、でなんかもうこう酔っ払いがポンと座って、はい、お前ら歌ってみろみたいな感じでよくあったんですけど、はいはいはい、で歌って、お前らこれでは中央には行けないぞって。もう中央には行けないぞ、東京のことだと思うんですけど。なんだろう、中央、中央、中央、中国、中国、中国ですか。中国。そうなんだ。まあ、もう東京のことだと思うんですけど、結構怒られたりとか、はい、いろいろあったんですけど、でもなんかこうやっててね、はい、今東京で頑張れてるっていうのはすごい嬉しいことですけど。そうですよね、はい、いや、すごいことですよね、ゆうもね、もともと栃木なんで、ね、僕、栃木っていうところなんですか。いやいや、知ってますよ。あ、知ってますか。やった。結構知らない社交辞令に決まってんの。知らねえよ、栃木。ちょっと配置はちょっとあれなんですよ。日光って言われるんですよ。日光があるところ。栃木の話はどうでもいい。栃木、あ、そっか、すいません、すいません。ね、まあ、やっぱね、いろいろね、そういう東京には深い思い入れあるもんね。そうです、うんうん、僕も出てきて3年なんで。あ、3年ぐらいか。どうですか。お、4年、3年なんかまで4年目ぐらいなんですよ。あ、東京ちょっと先輩、え、なにそれ、先輩風系。いや、全然違う。俺の方が東京知ってっから。いや、全然知らないですよ。やばいっすね、もうこう、この先輩怖いっすね。全然そう。大丈夫っすね、ちょっと時間経ってくるとこうなってくる。そうなんです。だんだん全然分かれてくる。これもう次元っすよね。次元っす、次元っす。そう、さっきケープが並べられてたから、あれかなと思って。そうですね。そう、次元っす、次元っす。ね、一生懸命立ってもね。ドラムだと一番後ろじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。だからできるだけ、目立とう。目立とう精神がね。髪の毛だけでもね。はい。どうですか、こんな髪型。いや、なんか、そう、昔好きだった漫画のキャラクターがこういう髪型。そう、どれどれ、あの、伊藤っていう。全然わからない。伊藤。ちょっと待ってください、ちょっと、身内の話に。伊藤が出てきた。伊藤が出てきた。行きますか。伊藤が出てきた。伊藤の話ができた。まあ、今回はですね、秋田さんにですね、6つ、6個のですね、はい、テーマ、お題ですね、はい、こちらの方用意しているんですけれども、はい、用意されてる、いないっていうね。はい、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 すごい、いけますかね。
いいっすね、面白いですね。だってね、秋田さんにね、大塚の話聞いてもしょうがないですから。大塚ってどこなんだよ。あ、新しいな。うん、すごい、手作りなんだ。そうなんですよ、手作り、手作り、手作り、プロレスの魅力、いいっすね。いやもう本当にいい話聞かせて。好きですか。あのね、僕たちこうなんかプロレスのこのリングの上で歌ったことが2回ぐらいありまして。そうなんですよね。でそれでなんか結構プロレス勉強するよね。生で近くで見るようになって、こうなんかこの迫力というか音というか、はい、すごいすごい、エンターテインメント性もあって、そうですよね、はい、いや僕あのまあ良きタイミングでお話しさせてもらおうと思ってたんですけど、はい、あれなんですよね、この木更津、はい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 、ね、そうですね、ご当地ヒーロー、はい、やつるぎ、やつるぎ、これまあ偶然なんですけど、はい、僕はあの翔くん、はい、3代目のやつるぎ、はい、はい、と一緒にまあ違う番組をやってまして1年ぐらい。そうなんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。あ、すごいですね。やつるぎのちょっとオープニングやらせろよって言ってたけど、ここにライバルいたよ。やられた、やべやべ。そうなんですよ。すげえ。偶然というか、だからもうまあね、あの経歴を見させていただいたとき、うわ、びっくりしましたよね。すごい、つながってますね。つながってますね。世界狭いですね。狭いですね。でも出身が千葉ってわけではないんですよ。全然全然。あ、それも、その、あ、別で。翔くんですよね。翔くん違うんですよね。あ、そうなんですね。まあちょっと、お会いした時ってありますか。 お会いしたら、この前のイベントで、本当でした。ワン、ツー、スリー、全。ああ。主人公とか、みんな集まったイベントありました。その時一緒でした。あ、もうこんな感じでした。あ、まあヒーローな。ヒーローな。こいつだよね、やっぱり。そうですよね。はい、うん。まあ、本当爽やかですよね。あ、そうですね。よく、はい。もう全然会ってないんですけど。はい。あ、すごい、設置されました。はい、というわけで、じゃあですね、バツも用意しておりますので。はい。じゃあどちらからいきますか。まさきさんから行きますか。じゃあ、行きますか。はい、行きますか。はい。ダーツも経験は、ダーツ、あ、本当に遊び半分。あ、はい、はい、1回目ですね、どうぞー。でで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 、で、あはははは、しょしかないもん、しかないもん、はーい、お願いします、どうぞー、よいしょー、お、きた、お、お、ででん、ででーん、あ、ニコ生用語知りたい、はい、よいしょたわしいって言うたわしい、あー、たわしって、はい、あれですね、テレビ番組、はいはいはい、そうですよね。これニコ生、これ何故ニコ生用語なんですかね。そう、なんかこの、うん、まあ、これこの番組出させてもらうってなった時に、はいはいはい、ニコ生とかの番組初めてで、うんうん、で結構ニコ生のこう番組とかいろいろ好きな友達がいて、うんうん、なんか出ることになってちょっとなんかドキドキしてんだよねみたいな話したら、うんうん、なんかニコ生用語いっぱいあるから勉強していけないみたいな感じが、おー、ちょっとパイセンが言ってたんですね。なんか言って、なんだそれはと思って、そう、だからなんかいろいろちょっと聞きたいなーって思って、というわけですね、今日ね、なんとね、番組の方でですね、ニコ生用語、お、こちらですね、まあざっくりね、代表的なものといいますか、はいはいはい、そちらの方もね、はい、ご用意させてもらってるんで、これはですね、ちょっとみんなに教えてもらえませんか、はい、今、うん、あ、そうね、そうだし、皆さんお客、せっかくお客さん見ててくれるんで、なんか知ってる人があったらもうどしどし書いちゃってください。お願いします。なんか知ってるそのニコ生用語ってありますか。なんかこれ知ってるぜみたいなあります。これニコ生用語かなんかわかんないですけど、はい、このなんかよくネットで使われてる、うん、なんか草深ひとか、草深ひなんか、なんじゃない、あ、蜂が、あ、ましたね、コナミ感とかなんかよく、コナミ感、そう、なんか俺ボンボン言われて、えん、ちょっと TMT トマト、本当ですか。いや、わかんないTMT なんだと思いますか。こちら資料の方にありますね。え、 TMT なんですか。最初思い浮かんだのは TM レボリューションですけど、あ、TM… 体から少なる感じで、ね、TMT もういいですよ、ズバッと言ってください。 TNT TMR TMT で、ちょっと待って、みんな何を言ってんの、何を書いてんのTMT なの、え、 TMT です。 TMT、はい、TMT で、ユウさんの中の TMT、 TMT か、とりあえず T 巻いてとりあえず巻いて巻いて飛び上がろう。今そのなんかさ、ねえ、お前ちょっと覚えたけ今。っていうかね、とりあえず巻いて飛ぼう。なんかカーディガン的なやつなんでしょうね。はい、じゃあまさきさんの TMT は。TMT ニコ生で使うんですよね。そうですね。
何の略か。TMT。巻いて巻いてって来たんですよ。東京を。もう東京。東京。M ですよ。あ、N。東京。M、M ですよ。あ、東京、東京。東京。まあ、まさきじゃないの。も、も、も。も、森の。東京森の来たね。東京森の。旅人。もう絶対違うじゃないですか。綺麗なのかね。東京森の旅人。誰だろう、それ。もうね、全く違いますけど。正解、じゃあ正解はちょっとね、皆さん教えてあげてください。でもヒントも来てくれてました。ヒントが来てました。食べ物、食べ物、手巻き寿司。食べ物じゃないし。あれ、誰か嘘ついた、嘘ついたってことですか。食べ物、森野さん、森野さんで、森野さんで。トマト、やっぱトマトなんですか。正解言っちゃってよろしいですかね。はい、正解はですね、TMT は止まった。あ、止まった、止まった。あ、さっきみたいに固まった。生放送ですから。面白い。わー、すごい。山添さん、止まってしまった前にされるコメントが TMT だそうです。なるほど、勉強になりますね。困った、困った。素晴らしいアーティスティックなね、回答をいただいてね。なんだっけ、とりあえずとりあえず巻いて飛ぼうみたいな。TMT ですよ、これも TMT。 すごいな。何個ぐらいいっちゃいますか。はいはい、じゃあちょっと皆さんね、なんか W とかわかります。さっき言ってたんですけど W、W、あ、これ笑う感じですか。あ、そうそうそう、あ、そう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 、そういうの、そういうの。なるほどね。最初、じゃ最初から TMT ちょっと難しすぎたんじゃないかな。 TMT だよ、 W、W、W ってきた。例文、また TMT だよ。あ、答えは書いちゃダメですよ、答えは。あ、これでもさっきね、草深火。あ、草深火、草深火。あ、さっき草深火、ゆうさんも言ってた。そうそう、なんかそう、やっぱ草はこの草で、うん、はい、なんか笑いが絶えないってことですから、ちょっと分かんないですけど、俺も草を教えてください。僕もちょっと知らないですね。え、見てる方で意味知ってますか。草、意味聞いたんですけど忘れました。全然覚えきれなくて。わらわら、なんかこれあの前のやつが、サリノさん戻れたりしますか。お、ま、前のやつとか、あ、ね、いただいてです。あ、草深火爆笑的な、ま、あ、そうなんすね。え、なんでこの草がこう、笑いのやつが草に見えて、うん、草が不可欠の不可に、多分、じゃないかな。へぇ、面白いニコ生用語。そういう意味があるんですね。そう、なんかいろいろあるみたいで、コナミ感もなんか小さいで、波盛りの波に乾燥の感みたいな、なんかそれぐらいの乾燥みたいな、なんかそんな感じで聞いたんですけど、結構知ってますね。結構知ってますね。もう先輩がいるから、直に職員にもうすごい先輩いますから。わら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 、これはもう笑い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 、まあね、これはね、ご存知な方多いですね。今回一個僕気になったのが、過去のやつになったんですよね、うん、あ、ちょっとこれね、いやあのね、気になってるのがね、RY ってやつ。 RY? RY 知りません。カッコに、カッコに入ってる RY、 カッコの中に入ってる RY、 RY、カッコに RY、 止まったらちょっと分かる、だんだんそこから。そうそう、RY、 そう、ね、小文字です、しかも。カッコの中に RY があの、皆さん知ってます？ RY、 RY、 このカッコの中にあるっていう、やっぱ結構ある。オッケー、絶対意味あるよね、それ。意味ありますよね、カッコの中に。あるのかな。なんかね、よくね、なんでしょう、知ってるけど最近使わない、文末で。あ、わかりました、今、はい、答え書いちゃいました、誰か。お、なんすか。略、略、お、略、略、あ、気持ち的な。そうそうそう、正解でございます。その略の略。あ、そうそう、書いてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すっげー、ね、すごいですよね。すごい、誰が作るんですか、ね、そうなんですよね、なんかね、やっぱセンスがいいですよね。いいですよね、なんか、わ、納得みたいな感じ。納得、でも、ちょっと考えないとわからない。そうね。でもやっぱり、言葉って、ね、時代によって変わっていきますからね。そうですね。言葉がひらがなとかだってね、単語を崩したものじゃないですか。はいはいはい、そうですね。だからまあ今ね、僕らがこういうね、若い人たちが使うって言ったら、まあ、ちょっとなんか変な感じですけど。で、僕らが知らないような言葉がまたどんどんね、生まれてきてるっていうのはすごいね、すごい。本当ですね。僕らも、あれぐらい使いましょう。はい、使いましょう。使いましょう。いかがなく。でも最近使わないってちょっと言ってましたけど。最近使わない。
そうか、歌詞も変わるねって言ってます。あ、そうかもしれないですね。ちなみに歌詞は、まさきさん、ゆうさん、どちらが？もうそれぞれが作詞作曲もそれぞれしてくるので、はいはい、まあできたものを聴かせて、うん、そこからまあ2人でブラッシュアップしていくっていうもう最後の曲になるんですけども、はい、すごいですよね。だってギターとピアノっていうね間柄ですよね。はい、そうですね。はい、どっちもやっぱ独特なんでしょうね。ギターで作ったらギターになるし、ピアノで作ったらピアノになる。雰囲気変わるかもね。なんか出ますね。ですよね。はい、うん、まあ、ゆうさんギター弾いてなかったですけど、ね、あ、弾けたかったなぁ。いつ弾くんだろうな、いつ弾くんだろうな。引っ張りますね、三条さん。いやいや、俺そういうとこ見てくださいじゃあ次、2回目ですね。はい、じゃあゆうさん、はい、行きますか。お願いします。僕はあの、いとこにダーツのプロがいますから。おっ、お前ですか。すごい、まあ、いとこですけど、まあ、全然関係ないですはい、じゃあ2回目です。どうぞー。でで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 、あ、来た。いいね、音がいいね。音楽をやる上で一番大事にしてることはということですけれども、大事にしてること、音楽やる上で、まあ、僕らもね一応ミュージシャンの端くれということでね、はい、こういう話はちょっと興味深いね。そうですね、うん、そうですね、あの、はい、大事にしてることは、うん、あのユーモアとペーソスっていうのがありまして、うん、まあユーモアとペーソスは少し物悲しげな情緒であったり、うん、そういう意味なんですけども、そのやっぱりユーモアの中にユーモアだけじゃなくて、そこちょっとなんか悲しさがあったりとか、うんうん、悲しさの中にちょっとだけなんかそこになんか笑いというか、なんかそのなんかね、こういう、はい、深層心理の中のちょうどこういう感じですよね。そうですね、隙間に入るようなね、なんか悲しさにちょっとなんかこう光を当てるたりとか、そのそういうことは大事にするようにしています。はい、やっぱりね、アコースティックギターとこうピアノっていうことで繊細じゃないですか。ああ、そうですね。音がね、はい、なんかなんかそういうところなんでしょうね。そうですね、こう歌詞とかもそうですね、うん、とまあ、それぞれが書いてくるので、はいはい、まあ、まあそれぞれのこう思ってることであるんですけども、うん、それをどう吐き出すとして歌っていくかっていうのも、うん、でも変な話、まあ、僕らバンドなんでね、何人いて、はい、まあ、それぞれ演奏するねパートがあるわけなんですけど、2人の場合って、はい、やっぱね、あのいい意味でも悪い意味でもいろんなとこ知ってるわけじゃないですか、お互いがお互いが。あ、そうですね。で、あ、ちょっとあいつ最近彼女に振られたから、はい、あ、そう、曲を聴いてるやっぱしなんじゃないもう。それはあれかもしれないですね。ね、はい、でも振り返るとめめしい曲多いよな。いや、こっちはめっちゃめめしいんですよね。そう、なんかなんですかね、恋愛の曲ばっかりとか、なんか振り返るとですけどね。まあ、そうですね。だってそれこそね、高校生の時から一緒にやられてるわけですから。はいはいはい、そうですね。もう詩を見れば、あ、あれ、誰々ちゃんと付き合ってたからだな。もうそれはわかりますね。すごいですよね。すぐわかりますね。いや、なんか恥ずかしいよ。なんか二人いやでもね、本当ね、歌詞を書くって、まあ、自分も歌詞書くんですけれども、はい、本当にね、なんて言うんでしょう、裸を見せてるような感覚に近いですよね。うん、そうですね、うん、逆にあの嘘言っちゃうと伝わらないじゃないですか。はい、そうなんですよね、かっこつけてても。そうですね、でもいかにこう裸になるか、もうすっぱだかだよ。お前なれるかなってみろ。ダメですね。裸はダメですね。今は一瞬迷いましたね。逆にえ、どうしていいんですかね。ね、そういうね、秋田さんとか、ね、はい、そこは繊細なところを大切にしているということで、はい、ありがとうございます、はい、なんか、他に好きなジャンルとかってある、はい、好きなジャンル、もうでも結構何でも好きですけど、うん、はい、やっぱ高校の時はやっぱ、まあ、バンド、あ、バンド、ロックっていうんですか。あ、そうなんですか。はい、ほらほら、好きでしたね。バンドさんで言うとどの辺り？もう僕はモラルクアンシエロ。あ、もうなんだ。もうめっちゃ好き。君が見えぬ。もういいとこつきますね。大前提です。もう歌ってましたね、カラオケとか。マジですか？はい、一緒に行きますね。あ、もうぜひぜひ。僕ね、ラルクとルナシにはうるさいですよ。あ、マジですか？めっちゃ行きたいわ。なんか会話がもう飲んでるみたいな会話じゃないですか。いや、もう本当に。いや、でもそれがいいですね。もう好きでしたね、相当。で、なんか、まあ、周りがで、もうやっぱそういうブームだったので、はいはい、エレキを始めて、うんうん、もう本当に僕の周り結構エレキ始めたんですよ、その、うんうんうん、ラッドとかグレイさんが出てきた時に、うんうん、で僕はやろうかなって始めた時に、でもエレキだったらもうこいつらがいるからと思ってアコギ始めたんですよ、ね、うん、あ、そうなんですね、はい、そうなんですよ、そういう
そうなんだって言ってました。一緒にお客さんだよ。そうなんだ。逆に山崎さんはなんでピアノ始められたんですか？自分はもっともっとは、ギターなんですよ。ギターがずっとメインでやってて、でピアノに興味始めたのは、なんかもともとピアノの音がすごく好き、本当に好きで、だけど、弾けたらいいなぐらい思ってたんですけど、ある日、今から5年前ぐらいですかね、リサイクルショップみたいなのがあって、沖縄に、はいはいはい、そこになんか1000円のめちゃくちゃなんかでっかい昔の AP がなんかもう、古くて、はいはい、それが1000円で置かれてて、だけどなんかこうレトロですごくなんか可愛いなと思って買ったんですよ。買ってまあ弾くわけでもなく最初は飾ってたんですけど、はいはい、それでこう弾き始めたら、そっから始めたんですか？はい、すごいですね。一応ならなかったですけど。はい、そうなんですか。そうですね。そこあじゃあ二十歳かな。あ今が29になったんで、はいはい、沖縄にいた時なんで23、4歳ぐらいです。すごいですね。それこそね、もともとはギターでした。あ、じゃあもうもともとはギターユニットみたいな。はい、もともと最初はギター。ね、あ、そうなんですね。でもっとたどればこっちもドラムだったんですよ。はい、まあまあ、最初バンドのドラムで、はい、そこからギター行って、まあ、ピアノも扱い。で次は尺八とか。ずーっと。フォークユニットかもしれない。いいですね。ユニットか。もしかしたら口笛とかだんだんでももう極めたらそこに行っちゃうかもね。もういやもうドリブなんですね。ピアノなんかも好きですね。すごいですよ。でもね、もう僕もピアノね覚えたかったですか？覚えられなかったですかね。いや、やっぱりもう全然今からでも全然めっちゃ指短いですよ。お前が言うな。同じぐらいなんですよ。喧嘩はやめましょう。ちっちゃじゃあ行っちゃいましょうか。次ね、はい、ちょっと感じましたけど、じゃあ次は、ゆうさん、行きますか？あ、もう一丁、俺っていいですか？行きましょう、ゆうさん、うん、はい、はい、よし、3回目でございます。行きますよ、3回目、どうぞー。じゃでーん、えれれん、おっ、あ、またえれん、あーもう一回行きましょう。はーい、はーい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、いっちゃいます。はい、行きます。じゃあもう回さない。あ、了解です。おお、なるほど。行ってください、どうぞー。どれを狙う？これ下ですね、これ下ですね、これ下ですね。はい、ということで、てか伊藤知らないですか？もしかしたら伊藤、あ、そうですよ、伊藤は何ですか？ました、あ、ごめんなさい、 TMT でしたから。あ、TMT、 すいません、TMT、 すいません、TMT で、はい、なんだっけ、 TMT、 TMT、トマトです、嘘です、トマトです。止まった。とりあえず巻いて、あ、飛ぼう。今みんなとりあえず巻いて飛びました。そうそうそう。ちょっとなんか忍者チックな感じじゃないですか。そうですね、シュートしてますから。はい、というわけで、まあね、ちょうど TMT で見れなかったのかな、大丈夫なのかな、偶然にもですね、当たったのが、はい、最近ハマっていること、はい、ハマっていることということで、ハマっていることをね、いや、これはもう僕が狙ってここにやったんですけど、まあそうですね、はい、そうですね、最近ですね、うん、自転車をもらいまして、お、え、しかもこうロードバイクっていうんですか、こうかっこいい、タイヤがめっちゃ細いやつ、おー、かっこいい、めっちゃ速いやつ、ね、それを、うん、なんか先輩のアッシュ君を知った時に、ほうほうほう、先輩がなんか今日ありがとうみたいな感じで、うん、あ、そういえばお前チャリンコもらうみたいな感じで、もうそういうノリでもらったんですけど、へー、これそこはそれまで全然自転車とか乗ってなかったんですけど、はいはい、急にもうこういうタイプのこういうのもらって風を切るタイプ、はいはい、めっちゃ速いんですよ。僕ああいうの乗ったことないです、うん、俺もその部類だったんですけど、いやいや、めっちゃ早いよ、うん、もう3週間前ぐらいにそこを抜け出して、今もこうロードバイクに乗りながら、じゃそれで行動することが今多くなった感じです。そうですね、いや、だいぶ変わりますね、なんかもう、いや、めちゃくちゃ速いですよね、めっちゃ速い。いや、僕バイク乗るんですけど、はいはい、バイクで普通に走ってるじゃないですか、はいはい、そしたらチャリに抜かれるんですよ。いや、速いですね、本当に速いのは。乗ったことありますか？あ、自分はロードバイクは全然ないですね。沖縄自体があんま自転車文化はあんまないんですよ。そうなんですか？あ、何で、はい、車ですか？もう車ですね、僕も、ね、バイクとかなので、こっち来てね、そう、ちょっと東京に染まりやがってみたいな。ちょっと横目で変わった。横目でお前変わったよ。たな、いや、もう、シャクシャク一生懸命入り口から本格的ですから。そうですよ。そういうの面白い。
そうなんですよ、もうめっちゃ、でブレーキももうなんかめっちゃちっちゃいブレーキがついてた、うん、あーなるほど、ありますね、ありますね、それもうおしゃれな感じに仕上がってて、もう最初からあ、そうなんですね、そう、もう僕まだ乗りこなせてないんですけど、うん、あ、お尻とか大丈夫なんですか、キュッとなってますね、そう、もうお尻は、もう一応だから先輩がもう完璧に改造した、まあ、後のやつなんで、先輩のお尻の状態です、そうそう先輩のお尻、もともとお知り合いだからね、おお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 こういう溝とかにハマったらビンってなっちゃうんで、うん、ああそうですよね、じゃあもうちゃんとヘルメットして、あ、まだヘルメットはかけないんですけど、逆にノーヘル怖いんですよね、そう、だから本当にさっき行動してるって言いましたけど、はいはい、隣の駅を行き来するぐらいなんですけど、まだまだね少しずつ、ね、はいはいはい、距離を伸ばしていっていただいて、相当楽しいですね。ちなみにあれですか、今日ここに来るにもそのバイク、いや、今日はあの電車で来ましたけど、今まで電車で来ていただきましたね、なるほど、ロード、ゆうさん、ロードバイクって、ロードバイクって、ね、ハマってることは最近でもないですけども、うん、コーヒーが、コーヒー好きで、コーヒー、はい、コーヒー、コーヒー好きですか、いや、僕らコーヒー大好きですよ、もう大好きですよ本当ですか、大好きです、もう本当コーヒーじゃんけんっていうのが僕らの定番になってます、僕らもうライブ行ったら、まず会場行ったらもう10人ぐらいで、はい、誰か1人が全員ボーボールですよ、コーヒー、おー、コーヒーじゃんけんじゃんけん、うわーってみんなで叩いてるんですよ、ライブ行くと、いや、ぜひやってください、コーヒー大好きだよそれは、まさきさん、コーヒー、これどういうことですか、コーヒーはですね、うん、もう本当にもう、しかもホットなんですよ、ホットなんですか、今めちゃくちゃ暑いですけど、もう夏でもホット、マジですか、飲みたくない、でブラックのホットが、あ、大人ですね、なんかもう飲みちょっとイラッとしますね、東京に住まさせてもらって、夏こそですね、本当に好きで、なるほど、だからそうブラックっていうと、はい、お前ちょっと背伸びしてるなって思われるんで、はいはい、無糖でっていうのはしてるんですけど、あ、今日相方がロードバイクって言ったんで、もう大丈夫だろう、ブラックでもはい、なんかもうあれですか、もうこだわりの豆とかってあったりするんですか、いやもう本当にコーヒー屋さんを巡るのが好きで、うん、あ、そうなんですね、はい、ガチでもうコーヒー専門店みたいなことそうですね、エースボール行って、うん、もうこう回るのが好きで、でもそれこそ引くんですか、あ、まあ家では自分では引きますけど、そうなんですか、ね、もうなんかね、もうマスターだよね、マスターですね本当に大好きみたいな、だけどレコーディングの時とかコーヒーとかあるじゃないですか、ね、あ、まあそうですね、だからそういう、うん、なんかそういう飲む機会もこう増えた時にだんだんハマってきて、うんうん、そこからだんだんいろいろ知りたくなって、そうなんですね、でもあんまりカフェに取りすぎもよくないめっちゃ飲んでるよね、いやだけど1回飲む量が少ないんですよ、ホットで本当にコップ、まあ、某カフェコーヒー屋さんとかだと結構これぐらい、うん、そうですね、だけどそれも本当に半分ぐらいですよ、逆にエスプレッソで飲むぐらいも全然もうクイッとガッ、エスプレッソがまずわからないけど、そのもうまあ喧嘩はやめるからなんだこいつ本当にこの匂いがいいんですか、匂い、そう、匂いとか口当たりとか口当たりほらもうねもう飲みたそうにそう一緒に住んでた時期があったんですけど、はい、朝こいつのコーヒーメーカーのジジジジジジって音が目立ってたやつもジジジジジジジなんかうわまたコーヒー飲んでるみたいな、それがハマってることですね、なるほど、もうなんかあれね、吐き出すちょっと面白いね、面白いですねエスプレッソとロードバイクだからあ、そうですね、まあ、まあそうですね、ロードバイク僕も乗ってみたいんですけどね、乗ってみたいね、つい最近、うん、そうなんですよ、ママチャリパクられましたマジでやばい、悲しいママチャリヘルメットに乗ってますからね、おぉ、マジですか全然印象ないですけど、そうです、はい、なるほどね、今そうですね、はい、まあ秋田さんですけれども、はい、はい、まあお話も盛り上がってきましたけれどもね、はい、はい、じゃあ秋田さんですね、何やら告知の方ですね、はい、持ってきていただいているということで、はい、ザザザザッと告知の方お願いします、はい、まあ、先ほども話に出たんですけど、はい、今こう木更津発の千葉県のご当地ヒーロー、うん、はい、法人八剣というヒーローがいるんですけれども、そのでヒーローショーがよくやってるんですけども、はい、その中で子供たちとダンスをする、あ、かわいい、はい、時間がありまして、はい、そのダンスをする時間に僕たちの
曲が、はい、今使われております。出てますね、映像出てます。 あ、そうそう、これ 4かっこいいですよね。かっこいいよ、かっこいい。ちょっともうアクションとかもすごく、うん、もう徹底してて、やっぱね、男の子の憧れですからね。そうなんですよね、もうかっこいいんすよ、うん、でそれの、まあ、ショーでのダンス曲として僕たちの、はい、なんでなんでっていう曲が、うん、使われております、まあ、これはなんか、まあ、子供たちがこう不思議に思うじゃないですか。やっぱちっちゃい頃ってなんか知らないことがいっぱいあって、うん、みたいな、まあ、そのこの地球の不思議みたいなのを可愛くこう歌ってるんですけど、子供向けで、はい、でそれが使われております、うん、はい、でそれからあの8月の、まあ、10日、もう10日あさってか。そうですね、はい、うん、はい、福島県のですね、喜多方市のですね、喜多方発21世紀シアターというのに参加します。もう全国からこうお芝居とか大道芸とかこの音楽とかの団体が集まるんですけれども、僕たちもその10日のですね、もうしかも結構鳥かもしれないという噂が今出てるんですけれども、はい、頑張ります。時間が6時半から7時半、喜多方プラザショーホール見て開催されます。ぜひ遊びに来てください。はい、します。でそれから9月になっちゃうんですけれども、はい、千葉県の野田市にありますホテルグランボアというホテルがあるんですけども、そこで沖縄のエイサー&ディナーバイキングというのに出演します。はい、会場はそのホテルグランボアの2階ですね。で時間が17時半受付で、18時からディナーであります。でディナー中に僕たちのライブがあって、もうその時にはあの沖縄の三線もこう弾きながらこう歌を歌いますので、ぜひぜひそちらも見に来てほしいなと。もちろんロードバイクで、ロードバイクで行けたらいいな。それは9月までにはね。でもギターショってあのこれ乗ったらもう相当だよ。相当ファンの方相当だよ。もう相当すごい。結構こうなるじゃん。結構こうなります。こうもうそういう武器っすか。もうカブトムシみたいな感じになりますね。もうあれいっぱいねライブあるという。はい。まあ、詳しいことはですね、詳細など、はい、最新情報はアキドスのオフィシャルホームページをご覧くださいということで、はい、こちらのね、はい、お願いします。お願いします。そしてもう一つ大事なお知らせ。はい、アキダさんのオフィシャルファンクラブですね、カレーライスとホットケーキ、はい、今回受付中ということで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。こちらどんなファンクラブになっているんですか？そうですね、本当に、うん、あのアットホームなあのファンクラブなんですけども、うん、まあ、このまずカレーライスとホットケーキっていうタイトルがありまして、はい、また面白いタイトルですね。もう単純にユウさんが好きな食べ物がカレーライスで、うん、僕が好きな食べ物がホットケーキなんですけど、はい、まあ、それをあのつなぎ合わせた名前なんですけども、うん、こうあの振り返った時に、うん、カレーライスとホットケーキって、うん、いろいろアレンジされるじゃないですか。そうです、ね、いろんなものにこう、うんうん、ホットケーキだったらおしゃれな、はいはいはい、おしゃれになります、ね、装飾されたりとか、うん、だけどなんかいろんなアレンジはされるけど芯がぶれてない食べ物かなっていう、なんかそれを発見して、もうあれそ、それで発見と思います。これを、うん、そういう気持ちで行こうという、見つけた、ファンクラブでして、はい、まあ、会員に登録していただくと、うん、まあ、ファンクラブイベントとか、うん、なんかこう、まあ、特典がありますので、うん、ぜひ、ご入会は、ローソンとミニストップにあります、はい、あのロッピーから、はい、もしくはローチケ .com の方で、うん、ご入会いただけると嬉しいです。はい、お願いします。はい、もうね、あの、もうここでも喋ってくれないようなことをこのファンクラブで言ってくれますから。そうですね。そうですね。いろいろアダルトのマサキも見れるんじゃないですか。おお、つまんね、これからね、楽しみにしていただきたいと思いますよ。はい、まあね、アキダスさん、はい、今年の夏もですね、イベントたくさんありますし、はい、ね、9月入っても。いろいろあるのでね、はい、ファンの方楽しみにしていただいてほしいなといただきたいなと思います、ね、はい、はいはい、それじゃあですね、本日2組目のゲストさんはアキダスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ロードバイクで帰るんですか？ロードバイクで帰りたいと思います。気持ちはね、気持ちは、はい、ありがとうございました。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 さあ、というわけで2組のゲストさんをお迎えして喋ったね。喋りましたね。面白かったね。もう喋りまくったという。だって髪の毛下がっても、うん、俺も多分一言言えないと思うけど。下がってないよ。はい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 、はい、まあね、今回ですね2組のゲストさんに来ていただいてね、いろんな話をね
お聞かせいただいたんですけれども、僕たちの方からもですよ、いろいろね皆さんにお伝えしたことがあるので、ありますね、コーナーいっちゃいますか、盛りだくさんですね、うん、あります。まずはですよ、はい、僕たち、忍者マンジャパンですね、まあ、皆さんもご存知の通りと思いますけれども、8月27日に27ですよ、はい、ニューシングル忍びの戦士忍者マンリリース決定しております、イエーイ。しかも今日はですよ、今日はだよ、今ねこれ見てくれてる人、うん、今3000万人ぐらいいますけれども、そうですね、3000万人ぐらいありがとうございます、本当にいつも見ていただき、今日なんと CD 持ってきちゃいました、できましたよ、ディッディディーン、ちょっと見せてあげてください、ディッディッディ、あ、こっちも行くの、あ、こっちも映ってない、あっちでいいから、じゃあダンスのカメラ、ダンスのカメラ、ダンスのカメラ、じゃあ、あ、こっちも繋いでいいですか、この辺大丈夫ですか、そうするか、ディディーン、で、喋って、新しい CD でーす、こちらが、もうちょい上かな、もうちょい上ですね、もうちょい上ですね、見えます、見えます、大丈夫ですかね、で、喋って、はい、これが新しい忍びの戦士忍者マンの表紙っていうんですか、ジャケットね、ジャケットですね表紙っておかしいですね、ジャケットですね、難しいな、はい、これが27日水曜日に発売いたします、で、なんとロッピー限定特典の、はい、車両さん、次着せ替えジャケットもメンバー全員の直筆サイン入りでございます、そう、あのですね、これ実はですね、まあ、何かと言いますとですね、今ね、忍者マンジャパンのオフィシャルサイトをね、ちょうどね、右の一番上にあります、で、見た時ある、あります、あります、はい、こちらね、オフィシャルサイトからですね、リンクから飛べる、このね、特設サイトって言えばいいんですかね、はい、こちらの方、ローソン、およびミニストップの方でですね、この忍びの戦士忍者マンを予約いただいた方には漏れなくですね、なんと着せ替えジャケット、これはもうロッピー限定でございます、限定、そうです、限定セット特典ですか、ね、はい、しかもね、これメンバー のなんとサインも付けさせてもらってますから、もうサイン書くのに一黒ぐらいうわーって書きました、笑ってるよこれ、笑ってますよはい、ね、でこれだけじゃなくてですね、まあ、はい、この忍びの戦士忍者マンね、はい、ぜひもチェックしていただきたいんですけども、それ以外にもですね、僕たち普段ですね、ライブ会場でしか買えないね、DVD を用意しておるんですけれども、今回ですね、なんとローソンさんのご好意によりまして、ね、はい、ライブ会場に来なくてもこの DVD がゲットできる、ゲットできます、素晴らしい、素晴らしい感じですね、で、それの受付期間が、うん、なんと8月17日の日曜日の23時半までです、うん、もうあと少しですよ、もうやばいよ、今日初めて、もう、はい、あと1週間ぐらい、そうですね、1週間ぐらいですね、1週間ちょっとぐらいですね、うん、はいはい、8月17日日曜の10じゃない、23時半までなので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、お願いします、はい、そして今年忍者マンジャパンですね、はい、8月後半激しいですよ、激しいですよ、これ北関東というんですか、じゃあちょっとリュウさん、ライブの方言っちゃいな、もういっぱい乗ってるんで、いっぱいあるよ、全部言います、もうざっくりでいいよ、もうざっくり、8月20、うん、21、うん、熊谷が、8月20が熊谷、8月20が宇都宮、うん、8月23日がスリーマンで渋谷、よっしゃ、8月29日が柏、8月30日はマゼルナ危険のガチャリックスピンさんとのスリーマン、よっしゃ、そして9月7日がワンマンライブ、言えたね、言えたね、言いました、言いました、言いました、すごいね、はい、まあ、これ以外にもですよ、インストアイベント、インストアもありますね、はい、まあ、関東を中心としたですね、はい、インストアイベント、はい、続々決まってっておりますので、はい、詳しいことはですね、オフィシャルサイト、こちらの方をですね、ぜひともチェックしていただきたいの、チェックしてね、思います、はい、で、9月にも、はい、まあ、ツアーの方決まっておりますので、そうだね、ぜひホームページの方チェックしてみてください、はい、チェックしてください、おい、さあ、まあ、そんな感じでお伝えすることは以上かな、そうですね、というわけで、まあ、今回ですね、2組の、ゲストさんね、お越しいただきましたけれども、すごいね、楽しかったです、ちょっとね、楽しかったね、楽しかったですねそれだっけ、いやでも最初はちょっとやっぱり、うん、まあ、なんかね、はたかれてからね、で変わったよ、ちょっと赤み引いたけどさ、はい、この、いや、いいっす、いいっす、うん、全然痛くない、そう、まあ、宿で考えたんですねというわけでですね、そうですね、まあ、今回、神戸忍さんと明さんにね、お越しいただいたわけですけれども、来月もですね、
ちょっとね、まだ言えないんですけど、まだ言えないんですよ。素敵なゲストさん、はい、9月12日ですか、来月は。来月12日ですね。はい、はい、ぜひともですね、この番組また見ていただきたいなと思いますけれども、はい、はい、そうで、このラジオでは、うん、皆様の投稿をどしどし受付中です。お配り投稿フォームからよろしくお願いします。はい、そしてですね、ペットショップに行く前に、捨てられた犬やワンちゃん、猫ちゃんの里親になることをご検討ください。はい、ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨してます。はい、で、この番組はローソンチケットと RRJ の提供でお送りさせていただきました。はい、はい、それではそんな感じで、最後にですね、忍者マンジャパン、僕たちからですね、はい、もうね、YouTube の方でも出てるのかな、こちらそうですね、僕たちの最新シングル、忍びの戦士忍者マンのカップリング、はい、ファイアボール、こちらの映像をね、用意しましたので、それとともにお別れしたいと思います。はい、これ最初も流れなかったっけ。流れたよ。もう一回見せちゃってどうですか。見せちゃうんだよ。いや、見せちゃいましょう。見せないよ。違うとこ、違うとこが映るそうです。違うとこで YouTube にも載ってないとこです。あー、わかりました。 YouTube に載ってないかわかんないですよ。今ね、聞こえたと思うけど。はい、 YouTube に載ってないところを、うん、もうパッと出ちゃう。出した。出ちゃう。はい、じゃあね、はい、それを見てね、お別れしたいと思います。そうですね。はい、それではね、忍者マンジャパン、今月もバリバリ忍んでいくんで、皆さんも一緒に楽しんでてくれたら嬉しいなと思います。それでは、結果忍者マンジャパンでした。ありがとう、バイバイ。ファイアボール。Yeah.